平野紫仕様、再始動はワイルド系最古の告白で明らかになるファンとしての一面。近年、芸能界では個々のタレントの素顔やファンとの交流が SNS や YouTube などを通じて明るみにされることが増えています。その中で、元キング・アンドプスの平野仕様がジャニーズ事務所を退所し、再始動の噂が広がっています。 また、タレントで実業家のサエコが彼のファンであることを告白し、その様子がネット上で話題となりました。この記事では、サエコの告白によって浮かび上がる平野潮のファンとしての一面や、彼の再始動にまつわる噂、そして彼のワイルド系な一面に焦点を当ててみたいと思います。サエコの告白とネット上の反応。6月6日。 サエコが自身の YouTube チャンネルで平野仕様のファンであることを告白しました。彼女はドンキホーテで購入した商品の中に平野が CM キャラクターを務めていたヘアケアシリーズジュレーム IP があったことを紹介し平野くんが使っているからいいと思うと熱く語りました。この告白に対してネット上では多くの平野ファンが反応。 サイコのファンであることに驚きつつ、共感の声や好意的なコメントが相次いでいます。サイコと平野紫仕様、意外な縁。サイコが平野仕様のファンであることに、ネット上では驚きの声が上がりました。一方で、彼女がかつて TBS 系バラエティ番組、学校へ行こう。 で、V6 の森田豪と共演していたことを知るファンも多く、用君が憧れてる剛し君と共演してたサエコが、用君をしてるなんてなんか嬉しいね、といった好意的なコメントも見受けられました。これによって、サエコと平野潮の関係性には意外な縁があることが浮かび上がります。平野潮の強めパーマは、森田豪の影響 一方で、平野氏洋がジャニーズ事務所を退所し、再始動の噂が広がっています。かつては王子様イメージが強かったですが、最近ではワイルド系第一面も垣間見られるとされています。その中で彼の髪型にも注目が集まっています。 彼がかつて長髪に強めのパーマをかけていたことはファンによく知られていますが、その中で森田号の髪形を真似した、との噂が広まっていたそうです。これによって、彼の髪型が森田号の影響を受けている可能性が浮かび上がります。再始動の噂とワイルド系への変化。 2021年11月には、平野耀が V6 のラストコンサートで森田豪の姿に一目ぼれしたと語る場面がありました。このことから、彼が森田豪に対して強いリスペクトを抱いていることが伺えます。そして、先月22日にジャニーズ事務所を退所した彼について、一部週刊誌は、海外での活躍を目指して再始動するのではないかと報じています。 ジャニーズ時代には王子様イメージが強かった平野が再始動に際してワイルド系な一面を見せる可能性があるとされています。ネット上の反応と期待。これに対してネット上ではどのような反応が見られるのでしょうか。平野仕用のファンたちは再始動に期待を寄せつつ彼の新たな一面にも興味津々のようです。 特に、ワイルド系、ライメージについては、タトゥーを入れるのではないか、といった予想もあり、彼の今後の活動に対する期待が高まっています。平野紫洋がジャニーズ事務所を退所し、再始動の噂が広がる中、サエ子の告白が彼のファンとしての一面を浮き彫りにしました。 彼のワイルド系第一面や森田剛へのリスペクト、そして再始動に対する期待がネット上で騒然となっています。ファンたちは今後の平野紫耀の活動に期待を寄せつつ、彼の新たな一面にどんな驚きが待っているのか注目が集まっています。